ちょっと今後の目標を、はい、決めさせていただきたいんですけど、はい、生田さん的に何か目標みたいなのありますか？そうですね、ドラコンとかニアピンとかってあるじゃないですか、はいはい、それに必ず入りたいんですよ、うんうん、やっぱり長所としては飛距離だと思うんですよ、うんうん、はい、なのでもドラコンは必ず可能性は大です。ありがとうございます、はい、やった。で今こう計測させてもらうと、はい、まあ、大体200ぐらいのデータが出てますので、うん、はい、まずドライバーとしては20ヤード飛距離アップ。え、そうなんできると、できるととか言ってしまうのをちょっと目指したいですねはい、はい、そうですね、220上がれば結構確率的に上がりますよね。そうですよね、はい、で今ベストスコアは89ですよね、はい、なのでそこもやっぱり更新していきたいんですよ、うん、なので多分今のこうポテンシャルですと、うん、85を切る、はい、80代前半ですね、前半、はい、そこをまず一つの目標にして、うん、ちょっと取り組んでいければいいかなと思うんですけど、はい、どうですか？大丈夫です、やります、はい、できますって言うんで、いけますっていうのもなんかあれだけど、そうですね、うん、頑張ります、うん、はい、本当にね、生田さんぐらいこう飛ばせる女性の方ってほとんど少ないと思うので、はい、そこをしっかりとこう活かして、はい、取り組んでいけたらなと思います、はい、あと私から一つお願いなんですけど、はい、生田さんってちょっと硬いんでっていうか、はい、エリポンってつんくさんが、はい、つけてくれたニックネームがあるんですけど、はい、エリポン呼びで、わかりました、世界の方にエリポンを広めていけたらなっていうふうに思って、はい、じゃあエリポンで、はい、エリポンでお願いします、はい、スタッフさんの皆さんもエリポンでお願いします、うん、はい、ね、これ見てくださる皆さんもエリポンっていう風に覚えてもらいたいなって思うので、エリポン頑張ります、うん、ちょっと簡単にちょっと今の生田さんの腕の使い方をちょっとご説明させていただきたいんですね、はい、でちょっとクラブを離していただいて、まあ、両手でちょっとこうクラブを持つような形で構えていただいて、ちょっと失礼しますね。今はこうなって、こうなって、こうやって打たれてます。はい。で、正解は言いますと、こう上がって、こう上がって、こうなる状態なんです。はい。多分ちょっと今までのイメージと、多分反対のイメージになるんですよね。うん、はい。こっちになる。そう、そうなんですよ。こう上がっていって、こうなって、で、最後にこうなるっていうのが一番大事なんですよ。はい。なので、ここからまず覚えていって、で、今の運動の流れを、今のこういった流れに変えていきたいんですね。はい。はい。なので、まず覚えていただくのは、こっからここなんです、はいはい、今はちょっとここからちょっとこういう感じです、うん、はい、それをここからこういう状態にしていきます、はい、そこからちょっと覚えていただきたいなというふうに思います、はい、やっぱりこのゴルフクラブっていうのは全部パターを除いてこういう L 字の形をしています。なので必ずこういうふうに使ってあげないといけないんですね、はいはい、ここが今の生田さんはちょっとこう野球のバットみたいに使われているので、はい、もうちょっと種目間違えちゃって、はい、そうちゃんとゴルフにしていきましょう、はいはい、っていうところからスタートしていきたいと思います、はい、やっぱりちょっとこうボールにはうまく当たってるんですけど、ボールだけはこう綺麗に打たれている打ち方なんですね、はい、なのでそうすると打った後にクラブって上を向いてきちゃうんですね、はい、で正しくはクラブは下に行っておきます。ああ、なるほど。はい。はい、なのでちょっとこうご自身でセルフチェックされるときは、こう打っていただいたらクラブがこう手よりも下にあるぐらいな感覚で、はい、打ててれば正解だというふうに思ってほしいんですね。ナイスショー、いい感じいい感じ、うん、あれ高さが出てくればすごい飛距離出てきます、はい、うん、今の振り方でいいですからね、こっちに行くって思ってない、そうですね、はい、うん、おいい感じ、うん、いいんじゃないですか、行くんじゃない？
ったんじゃないですか。おーイエーイ、イエーイ、素晴らしいです。イエーイ、ぴったり。すごいですね。しかもぴったり。ぴったり、なかなかぴったり出ないんですけどね。あ、でもキャリーが180ちょいないといかないのか。そうなんですよ。すごいですね、プロって。